なんでこいつがこんなところにいんのかと思ったら、てめえが連れてきたのかよ。知らねえなら教えてやるぜ。こいつはネル、ネリエル・トゥ・オーデル・シュバンク、エスパーダだ。元エスパーダ。こいつは紛れもねえエスパーダのうちの一人だ。まさか忘れたとか言うんじゃねえだろうな。忘れてなんかないっすよ。お前はこいつらを騙して利用して、そしてラスノーチェスの奥まで入り込んできた。そのみすぼらしい格好で俺と勝負でもつけに来たか。ネルタツがあんたらに何しただ。ネルタツの無限追跡学校がそんな誤解を生むだなんて、いくっすよ。超加速。鼻水ふざけやがって。もともと気に食わねえやつだったが、こうなっちまっちゃおしまいだな。信じてほしい。すごすご。うるせえんだよベラベラと。当たり前だろ。お前が俺たちを騙すわけね。俺も他の連中もお前を信じてる。俺は今ここにいる。ネルを、てめえにはネルに指一本触れさせねえ。どうも記憶をなくしてやがるみてえだが、記憶なくすのもしょうがねえって話だ。いつの頭は俺が割ってやったんだよ。てめえの心配はいいのか。てめえの剣じゃ俺は切れねえんだぜ。今のてめえみたいにな。近づくなって言ってんだ。うるせえんだよ。もう同じだ。俺には勝てねえ。それがわからねえか。勝てるとか勝てねえとか関係ねえ。ネルは俺が守る。待たせたな。ようやくお前の番だ。待てよ。まだ終わっちゃいねえぜ。しつけんだよ。エルセンさん。勝てねえのに向かってくるやつってのが嫌いなんだよ。終わりにしようぜ死神。ネル、あれがネルちゃん。その姿に戻ったかネリエル。てめえ、お前本当にネルなのか。小さな私をずっと守りながら少しじっとしててください。お礼がしたいの。お前まさかあいつと戦うつもりじゃ。くそが！ノイトラ様！ちょっと待ってね。すぐ怪我治すから。イチガー！ネルさん、死んじゃう！黒崎くん死んじゃう！黒崎くん！
誰が女を話せっつったよ。申し訳ありません。確かに忘れてたぜ、セロドーブルはてめえの固有技。トラは私の相手、今度は私があなたを守ってみせる。教えてやるよ、てめえの背中の数字が今は何の意味も持たねえってことをな。すぐ終わるんじゃなかったのか、ネリエルよ。てめえがここから消えてから何年経ったと思ってやがる。ネル、ネルちゃん、ラツくんだよ。俺はてめえが剣を止めるのが見えたから止めたんだ。結局てめえは何も変わっちゃいねえんだ。の頃から何もな。待って黒崎くん、まだネルがやられてんだ。あの女、ネリエル・トゥ・オーデルは石だ、ノイトラ様の手によって。はい、おしまい。待て、俺は決闘だと言ったはずだぜ、最後までやれ。断るわ。一発の口を聞かない。私たちは一度人からフォローとなり獣と化した。私があなたと戦う理由はない。とどめを刺す義務はないということよ。あなたは獣よ。私はあなたを戦士として認めない。戦士でもない者の命を背負う気はないわ。クソが、立てる。慣れ慣れしいんだよ。なぜネリエル様なんだ。気に食わねえんだよ、オスがオスの上に立つのがな。覚えてるか、てめえは俺を獣と言った。テッシェ、ドントチャッカー、ドントチャッカー、どこなの、どこに隠れてるの、どこ行ったんだろう二人とも。いや、またあなた、なんか探しもんか。武器を担ぐのは威嚇行動よ。申し訳ありません、ネル様。なんてこと。こんなのは戦う理由じゃない。なんだと。てめえはまた獣のやり口だと言うだろうが、戦いに理由なんてねえんだ。最初からイラつくぜ。てめえの仕事は終わったはずだぜ、ザエル・アポロ。哲学ぶんな、ヘドが出る。てめえの剣が届かねえ高みまで。僕の作った装置のおかげでネリエルの隙をついた男が口にするセリフとも思えないね。ええやつが。無様だな、ネリエル。てめえには似合いの体だ。ここはどこすか。記憶をなくしておられるのか。ビヒーサルナ、ドンドチェッカー、ネリエル・トゥ・オーデルシュバンク様は死んだ。仮面を割られ、力を奪われ、お守りするのだ。ノイトラから、ザエル・アポロから、このか弱くなられたネル様を命を賭してお守りするのだ。往生際の悪い子ったな。残念だわ。歌え。
ンサドール・ヴェルデ。終わりね、ノイトラ。てめえら全員ここで終わりなんだよ。動くなよ。ペーッと。死にかけてんじゃねえか。